クライン10秒だけ持ちこたえてくれ。そんなわけでツイッターでね、タレコミありがとうございました。なんとめぐみさん、今月の電撃マガジンにエリュシデータついてるよと、キリトくんのエリュシデータついてるよと、そういう情報をいただきました。もう速攻、そのコメント見て速攻 Amazon ですよ。速攻 Amazon で買いました。じゃーん、なんとエリュシデータって書いてあるでしょ。エリュシデータってキリトくんが2本剣持ってんじゃん。こうの方の黒い方です。こうパシーンっていつもこうまたやっちゃったって今やってるでしょ。 SAO2 でここに入れる黒い方、白い方の剣ね、ドラゴン倒してリズベットに作ってもらったやつはダークリパルサーだったっけな。魔を払うものとかそんな意味なんですよ。エリュシデータは選別者とか確かそんな意味だったと思います。エリュシデータボールペン、これがついてくるっていうんで、もう付録目的で買っちゃいましたよ。そりゃ買いますよ。エリュシデータ、モンスタードロップの中では最高峰じゃないの、この人一体何っていうリズベットのね、いきますよ。はい、まずいきます。とっとっと、おおー、よくできてる。フロットは思えないこの完成度。あ、軽いボールペンだもんね。プラスチックか、そりゃ鉄じゃないよ。エリュシデータ攻撃力高いもん。抜けない、そりゃそうだ。ボールペンだから押すんですね、こういうことですね。あー、なるほど。まあそうだね、めぐみさんいろいろ酒場島とかさ、アスナさんのなんだっけ、ダークリパルサーじゃなくてアスナさんの、あーもう名前忘れちゃった、レイピアとか買ってるんで、まあ抜けないの残念だね、こっちがプシューンって。だけどこういうことです。おお、この書き味まさにエリュシデータ級だね。エリュシデータの書き味してるわ。ボールペンです。かっこよくない？結構。よいしょ、もうこんな感じ。まあ付録って感じかな。でもこの形をしてるっていうのが嬉しい。あとついてきたのがブラックバレットの下敷きですね。こちらがついてます。よいしょ。おー、かっこいい。まあちょっと付録の下敷きなんで若干ペラペラ感もありますけど、すーげーかっこいい。もうこれ本が本体なのか付録が本体なのかわかんなくなるレベルだな、こんなつけちゃうと。本がいくらだった？750円だよ。750円だぞこれ。しかも見てこれ、お兄様がちょっとこのキリト君に惚れ込んじゃったみたいな。もうこれはやばいですよ、お兄様。このお兄様はやばいですよ。妹がもうここやばいですよ。狙撃しますよ。だいぶこっち強いですから。なんぼ言ってもネカマやっててもこっち強いですから。お兄様、わー、さすが。お兄様さすがです。ああ、そんなわけでもう一個ついてます。もう一個ついてます。あ、かわいい。かわいいポスター。ソードアートオンライン魔法科高校のレッド星スペシャルコラボポスター。これまさかのアスナさんとお兄様のコラボですよ。いや、お兄様じゃないけどみゆきの方ですね。いや、これすごいよ。これでかいよ。しかもお、これすごいね。これちょっとクラリス意識してない？クラリスとかマクロスフロンティア意識したような感じなんだけど、いやー、随分と黒猫と白猫チックなノリだね。どっちがいいですか？ちょっとなんかみゆきっぽくない？みゆきっぽくない感じする？いや、でも私はやっぱアスナかな。アスナの方が好きかな。なんかね、心なしかアスナの方が衣装が気合い入ってる気がします。ここね、足のこの辺にほらお花ついてたりしてかわいい。これ貼っとこうかな。これ貼っときますか、どっかにね。はい、そんなわけで貼りました。どこに貼ったかというと、でわかりますか？偽物メタモンのピカチュウの横、ここです。ここです。ちょっとお見せしましょうか。はい、この椅子から見ると全体がね、こんな感じになってる。あー、出た。いやー、立派なオタク部屋みたくなっちゃったな。なっちゃったって言い方おかしいね。もともとそうなんだけど、ここにちょっとクラリスみたいな、クラリスファンかと思いきや、みゆきとアスナさんっていうこのコンビですよ。いや、いいね。はい、そんなわけで電撃文庫マガジンボリューム39ですね。こちら付録目的で買っちゃいました。750円。付録は、このキリトくんの昔のソードアートオンライン時代のメインの剣ですね。エリュシデータボールペン、そしてブラックバレッツの、下敷き、そしてあそこに見えてないですけど、まあアスナさんとみゆきのポスターと、この3点セットがついて、まあ、あと本もついていると。すごい、ちょっとこれ興味ある。あとでちょび読みしてみよう。いや、ちょび読みする必要ない。買ったんだから読もうよちゃんとに。そんな感じで、付録が良かったんで買ってみました。まずね、こういっためぐみさん、そういういろいろいいのあるよっていうのはね、ツイッターとかで教えていただけると嬉しいです。私の便箋にくれたら速攻買いますんで、そんなわけで電撃文庫マガジン、ボリューム39付録目的で買いましたという動画でした。また会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。なのでチャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。この画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。この動画に関係する動画や、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。ではまた会いましょう。バイバーイ。